テレビでやったときに、うん、エモやん。エモやんって、あの野球選手のエモとが主人公の声やってたんですよね。なんで？わかんないよね。なんで？なんで？そうなんですよね。それも鮮烈に覚えてても、まあソフトにも入ってるんですけど、今のやつは。あ、そうなんだ。はい。へー、やっぱりね、その、意外と演技はそこまで悪くないんですよ。うんうんうん、ただなんか口が動いてないのに、エモヤンの声が聞こえたり。そう。そう。口は動いてるのに、エモヤンの声が聞こえなかったりとか連発するんですけど、ただ意外とその、思ったより、全然できちゃってんですね。エモヤン、声優が。うんうん、よかったんですけど、うん、やっぱりその、慣れ不慣れっていうのもあるよなっていうのと、うんうん、なんで急にこの人にっていうのの典型かなと思って。あ、確かに。なんかブレイクしたことないじゃん。エモヤンがその、ものすごい何かで。